はい。FM宜野湾おきの皆さん、こんにちは。11月の23日、時刻は午後2時を回りました。火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史ありの時間です。1時間お使いくださいますようによろしくお願いをいたします。今日はパーソナリティ私一人で番組進めていきますんでね、どうぞよろしくお願いをいたします。さあ、11月の23日、勤労感謝の日はですね、勤労たっ飛び、生産を祝い、国民が互いに感謝し合うということを趣旨に、制定をされたそうなんですね。穏やかな天気になっておりますが、曇りではあるんですけどね、昨日はすごい雨でしたからね、今日は一転、穏やかな天気に、秋日和になっておりますが、どこでどうしてこのラジオをお聞きでしょうかね。どうぞお付き合いくださいますようによろしくお願いをいたします。そして今日はですね、例によって一人の歌手の方を取り上げてエピソードとヒット曲の数々をお届けする方法で放送を進めていきたいと思っております。そして今日取り上げるのは皆さんよくご存知の坂本冬美さんですね。着物姿がよく似合うあの美人の坂本冬美さんを取り上げます。その前にですね、お知らせを一つ言っておきましょう。今日の11月23日夕方のライブなんですけどね、ミュージシャンの久高悟さんのライブがですね、宜野湾市内で行われます。チャージ料が2000円ということになっておりましたね。時間がですね、開演が午後7時となっております。午後7時ですね。
さっき申し上げたように、チャージ料が2000円になっていて、ワンドリンクがついているそうです。さあ、場所です。私は宜野湾の地理にあんまり詳しくないんですが、ガネコの方からね、330を普天間神宮に向かってこう来ますね。そうするとですね、この番組のスポンサーになってくださっている長浜モーターさんがあります。右と道路の両方に、両側に長浜モーターがあります。そこを過ぎていきますと、宜野湾市役所の方に向かって過ぎていきますと、左手に海邦銀行の普天間支店がありますね。海邦銀行の普天間支店、そこに信号がありますでしょ。それを右斜めの方に入っていく道がありますね。そこ入っていってもらって、そこ入ると蔦屋が右手にありますね。それからずっと行きますと、もう一個信号があって、その信号を過ぎていきますと、モスバーガーがありますね。で、そのモスバーガーを過ぎていきますと、左手にですね、リボンという大きな看板のある弁当屋さんもやってるんですが、まあ、食事もやってるようなところですね。お食事できるようなお店があります。そこでこの久高悟さんのライブがあるんですね。チャージ料が2000円でワンドリンクもついてるということですから。で、問い合わせの電話番号言っておきましょう。 098-892-7126 番、892-7126 番ですね。どうぞよろしくお願いをいたします。なんか言おうとしてることありませんかな。はいはい、大丈夫ですね。さあ、それじゃあ今日の歌手の方、坂本冬美さんについてちょっと紹介しておきます。坂本冬美さんがデビューをしたのはですね、1987年、暴れ太鼓という歌でもデビューを飾ったわけですね。で、このデビュー曲がなんと80万枚も売れたといいますから驚きです。その暴れ太鼓はですね、猪俣公章さんが、まあ、作曲して、これはその猪俣公章さんという作曲家の内弟子となって、坂本冬美さんが、まあ、歌の練習に励んだわけですね。そして1987年の3月に暴れ太鼓でもデビューを果たしたわけですね。さあ、エピソードと、まあ、紹介しながらやっていきますが、とりあえず、まあ、その暴れ太鼓ですね、デビュー曲の暴れ太鼓をまずお聴きいただきたいと思います。これ高橋作詞の猪俣公章作曲ですね。1987年3月の4日の発売になっております。どうぞ。銀のトロンボーンさんが久高悟さんのライブがあるんですかって思った。 OK、 ご存知なの。次紹介しようね。はい、これ久高悟って聞いたことある？わからないです。でも有名な方ですか？だから俺も初めて聞いたんだよ。ね、久高悟さん、お店のリニューアルオープンのイベントです。へえ、黄色いリボン、リボンになる。黄色いリボンと書いたり、リボンと書いたりしてるから、ややこしい。ややこしい。
が終わります、はい、坂本冬美さんデビュー曲哀れ太鼓をまずお聴きいただきました。さて、坂本冬美さんはですね、和歌山県のご出身ですね。1967年の3月の30日に、まあ、生まれているわけなんですが、3月生まれで、生まれた季節がその春なのに、冬美、冬の美しいと書いて冬美という、まあ、名前がついているわけなんですが、これはですね、生まれた時に肌が雪のように白かったことからおじさんが命名したというエピソードがありますね。すごいですね。冬美、冬の美しい、雪より白い肌という意味で冬美とつけたんだそうです。で、ところがね、猪俣公章さんがデビューのちょっと前にですね、冬美という歌はなんか寂しい感じがするから、ひらがなで冬美とつけようじゃないかというふうなことがあったらしいんですね。ところがね、これには坂本冬美さん本人あるいは周りの人たちがどうもこのままでいいじゃないかって言って、先生にお願いをしてね、結局最終的に猪俣先生を折れて元の通りですね、元通りというんですか、冬のその美しいという冬美にしたというエピソードがありますね。はい、お聞きいただきました。さあ、それから今西さん、はい、コメントが入ってます。入ってますね。はい、ツイキャスの方で、はい、野の中の銀の蛍さんから、はいはい、こんにちは砂川さん。はい、こんにちは。ミキサーのめぐみさん、はい、こんにちは。久高徹さんの悟さん、はい、久高徹さんのライブがあるのですかとコメントいただいてます。はいはい、ね、久高徹さん、さっき申し上げたようにですね、今日そのなんて言ったらいいんでしょうかね、弁当屋さんだけでもないんですよね、はい、食事もできるような、まあ、お食事どころリボン、そこの、まあ、リニューアルを記念してですね、その久高徹さんのライブが あるんですね。時間はさっき申し上げたように7時の開演です。そして、2000円ですね。チャージ料が2000円でワンドリンクがついてるそうです。問い合わせの電話番号を申し上げておきましょう、892-7126 番、892-7126 ですね。よろしくお願いいたします。今西さん、はい、久高さんってご存知ですか？私は知らなかったんですが、おうおうおう、今ホームページを見るとたくさんライブしてる方みたいですね。そうらしいですね、はい、私もあの名前をちょっと聞いていたんですけどね、はい、まあ、会ったこともないしなかったんですが、たまたまあのそのリボンさんにね、はい、昨日行ったんですよ、うん、でタコライスを注文して食べて、はい、なかなか美味しくてね、いろんなメニューがたくさんありました。そうなんですね、だから早めに行かれてね、食事をするのも一つの方法ではないかと思うんですが、はい、この久高さんというのは出身がどちらですか？どちらでしょうかね、出身書いてないんですけど、ずいぶんなんかやってるような感じなんですよね。はい、もう毎日毎日ライブで、はいはい、銀の蛍さん、蛍さんじゃないや、はい、トロンボーンさんね、トロンボーンさんね、沖縄で活躍してる活動してるミュージシャンです、はいはいはい、コメントいただきました。あ、トロンボーンさんなかなか演歌だっかと思ったら、いろんなジャンルの方が詳しいですね。いろんなジャンルご存知で、すごいですね。本当にいつかこのスタジオにお招きして ね歌謡談義やってみたいと思いますね。トロンボーンさん、どうぞ一つよろしくお願いいたしますね。さあ、坂本冬美さんに踊りましょう。今度は凛として、それから祝い酒、2曲続けてお聴きいただきましょう。どうぞ。
五番のさ、はい、のといらん金があるでしょ、はい、これと男惚れと入れ替えだな、はい、入れ替えで、つまり CD の番号で言うと475、はい、475ね、はい、男の情話と男惚れを続けてやりましょう、うん、というのはね、猪俣先生に向かってさ、うん、この歌売れませんねって言ったって、坂本由美さんが、うん、ちょっと多めだもん食らったって本名なんですね。本名本名、本由美さん独身でしょ、結婚してないはずでしょ、してないはず、うん、もう21分だよ。はい。もう21分。8曲ぐらいしかできないかもしれないんだ。そう、10曲は難しい。さあ、続きまして今度は祝い酒をお聴きいただきましょう。どうぞ。
コメントが入ってるね。さっき紹介しました。久高悟さんってどんな方ですか、どんな方ですかって私が打ったんです。え、私が書いたんです。そうかそうか、26分コマーシャル行こうか、ね、次2曲続けるかね。はい、コマーシャル行こう。今ここでコマーシャル行こうね。火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史あり。どうぞ後半もお付き合いくださいますようにお願いをいたします。今日は坂本冬美さんを取り上げてお届けをしております。この坂本冬美さんはですね、和歌山県立の熊野高等学校を卒業して、これが85年ですね、1985年。そして、大阪市内のあるレストランのオーナー会社で、経理をまあ担当して働いていたということなんですね。このすぐ歌手になるという人ももちろんたくさんおりますが、仕事をしてからそれから歌手へというふうなコースもありますね。皆さんよくご存知の香西かおりさん、銀行員だったと言いますからね。それから原田由里さんは小学校の先生をしていたんですね。そういうふうな経歴を持って坂本冬美さんも、まあ、このオーナー、あるレストランのそのオーナーの会社で経理担当して、まあ、働いていたということですね。さあ、そしてですね、この祝い酒とかですよ、あるいは暴れ太鼓のあと男物が続くんですね。男の情は、それから男惚れ、
という歌が、まあ、男の歌を男を歌った歌がまあ続くわけなんですけど、坂本冬美さんね、作曲の猪俣公章先生に向かってですね、この歌は売れませんねと言ったというんですね。で先生の大目玉を食らったというエピソードがありますね。明るいって言うんでしょうか、なんて言うんでしょうかね、のんきというんでしょうかね、坂本冬美さんの性格が出たような感じがいたします。さあそれじゃあその男を歌った歌、男の情話と男惚れ、これ見事の歌なんですね。お聴きいただきましょう。2曲続けてお願いしましょう。どうぞ。
坂本冬美さんセリフが入りましたね。さあそして男惚れ、続けてお聞きください。どうぞ。まもなく40分になるね。早い。次は5番でいいですか？次はのとは。のとは行こうかね。のととね、はい、志、はい、7曲目の大志ね、志ね、はい、のとはいらんかねと。カメラが認識しなくなったのか分かるんですか？カメラの認識が歌謡ダイヤル797、人に歌あり歴史あり。今日は坂本冬美さんを特集でお届けをしております。さあ38分になってますが、あと何曲いけるかどうかちょっと分かりませんが、坂本冬美さんと猪俣公章先生が知り合ったきっかけ、これはぜひ言っとかんといかんと思うんですね。1986年ね、NHK の勝ち抜き歌謡天国という、まあ、番組で、これの和歌山大会で名人と、まあ、なるわけなんですね。そして関西演歌大賞カラオケコンクール、これでも優勝したんだそうですね。でたまたま勝ち抜き歌謡天国で、歌唱指導をしていた
猪俣公章先生がその坂本冬美さんと初めて会ってですね、君歌手になってみたらどうなったらどうだというふうな話になって、この年の4月から11月までですね、猪俣公章さんの先生の内弟子を務めたということなんですね。そして87年に暴れ太鼓でもデビューしたということな。だから人の出会いというのは本当にね、例えばまあ何度も言いますが、船村徹じゃなかったや、遠藤実さんと駒取姉妹さんがあってね、それで駒取姉妹さんもまあデビューできたんですよね。だこの人と人との出会いというのは、いかにその人の運命を決めてしまうくらいの大きな、なんて言うんでしょう、意味があるというふうに思うんです。ですね。はい、お聞きいただきました。さあ、急いでいきましょうね。今度は、能登はいらんかね、そして、大きな志と書いて、大志と書いて、志ですね。2曲続けてどうぞ。
あと1曲しか弾けないの44、うん、2曲難しいですね。さあ、お楽しみいただけてますかね。今度は大志大きな志、志をお聴きいただきましょう。どうぞ。これも約5秒あるでしょ、5分あるでしょ。4分30秒だから、4分30秒なんで、まあ、残り6分ぐらい。全く聞いたことない。聞いたことない。あたしはそうすると久高悟の年代だな。ね、祝い酒は知ってます。おうおう、うん、これは割とね、知ってるね、大体ね。知ってますね、よく聞いて。もう一曲いけますか。もう一曲いける、いける。あのね、8番の風に立つ。はい、風に立つ。急いで言わんと、これがまた、これから肝心なことが、これ芸能活動中止していたでしょ、うん、覚えてる。はい、膵臓炎だったの。あ、それでその時に死んだとか、うん、噂がいろいろ飛んだって。それである日ね、双葉百合子の岸壁の母をテレビでやってるのを見て、もうとりあえず立ってね、これだって言ってさ、で双葉に百合子に手紙書いて、うん、お家行って弟子にしてもらったって。へー、そういうエピソードで、その双葉百合子のとこで、うん、原田百合とかね、うん、あの五代夏子とかね、うん、それから石原純子とか、うん、こういった人がみんな弟子入りしてんだよ。へー、すごいね。先生であり、お母さんであり、そういうふうなつながりができてるわけ。すごいね、双葉百合子っていうのは。引退しても2年、3年、だけど今追って島沢なんかもね、うん、文科生として歌の練習してるって。うん、そうなんだ。浪曲の発声法がすごいんだよな、やっぱり。だから浪曲上がりの人っていうのは一様に完璧に歌える。金田達也とかね、うん、木村智恵とかね、はい、こういった人はみんな浪曲上がり。村田秀夫、南波春夫、みんな浪曲から。うん、うん、梅干しの話やる時間ないね。梅干しの話ね、南高梅。
さあ時間押してまいりました。あと1曲聴きましょうね。皆さん、坂本冬美さんが歌手活動を休止していたことを覚えておられますよね。あの膵臓炎のためにですね、全ての芸能活動をまあやめたんですね。まあ故郷に帰るわけですね。 そしたらね、坂本冬美はもう死んだとかですね、あるいは重病だとかいうふうな噂が飛び交ったということがあるんですね。そして自宅でですね、双葉百合子さんの岩壁の母のショーをやってるのを見て本当に鳥肌立って、ここだこれだって言ってですね、で双葉百合子先生に手紙を書いて弟子入りをさせてもらうんですね。そして、それからまあ再起を図って、まあ、今日まで活動しているわけなんですが、その双葉百合子さんの冒頭ではですね、原田百合さん、五代夏子さん、藤あや子さん、それから石原純子さん、こういった歌手の仲間がですね、双葉百合子の門下生として今も勉強を続けているということなんですね。特に藤あや子さんとは仲がいいみたいですね。さあそんな坂本冬美さんをお届けしてまいりましたが、最後の一曲になりました。風に立つ、これもまたなかなかいい歌ですよ。お聴きいただきましょう。どうぞ時間までお聴きください。銀のトロンボーンさんが坂本冬美さんやっぱりいいですねずっと聞き入ってましたって書いてます。あと何分ある？あと3分50秒お3分50秒ね。はい、ということは30秒しかない。そしたら3番歌い終わったら、はい、もう絞ってエンディングをね、
分前ですね時間が足りない、ね、今日もまた入りませんね。さあ、トロンボーンさんからのメッセージが入って、はい、坂本文美さんやっぱりいいですね、ずっと聞いてました、はい、ということでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週です。ご機嫌よろしゅう。さよなら。